どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですねちょっと細かい話ということで、各種マイレージプログラムと、マイリオットボンボイですね、こちらのちょっと細かい情報がね入りましたので、ここら辺をねまとめて紹介ねやっていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで早速ね内容に入っていきたいなと思うんですけども、エアーカナダのマイル購入最大 100% ボーナスマイルキャンペーンということで、こちらね期間がですね2023年の1月25日までっていう風になっておりまして、これね一応カナダ時間だと思いますんで、日本時間だと1月の25日17時までということで、まああのね標準時間の、ね、表記がないので、まあ、日本時間だと、まあ、1月の24日まで、ね、購入しておけば、ねまあ、問題ないかなと思うんですけども、カナダマイル、ね、購入すると、最大 100% ボーナスが、ね、もらえるキャンペーンという風になります。でこのキャンペーンなんですけども、6万ポイント購入すると 100% のボーナスということで、エアーカナダのマイルはマイルなんですけども、ポイントっていう名前なんですよね。エアロポイントとかな、ちょっと名前忘れちゃいましたけども、ということなんで、6万ポイント購入で 100% ボーナスの6万がついて、12万ポイントっていった形になります。まあ、6万ポイント購入していただくとね 100% で購入できるキャンペーンっていう風になってるんですけども、まあ、これで購入すると12万ポイントで、購入価格は2100カナダドルっていう風になりますんで、こちらがですね今のねカナダドルの計算でいくと1カナダドル 96.73 円っていう風になりますんで、合計金額日本円で20万と3133円っていった形になります。でマイル単価はですね 1.69 円っていう風になりますんで、まあ、1マイルの単価としてはかなりねいいのではないのかなと思います。でこのエアーカナダのマイルはですね、個人的にね結構注目しているねマイレージプログラムっていう風になっておりまして、まあ、以前の動画でもね話したと思うんですけども、このエアーカナダっていうのは今ねシンガポール航空のビジネスクラスの長距離路線もね発券できるようになったりですね、非常にあの使い勝手がねいいマイレージプログラムっていう風になります。ちょっとね前回ニューヨークに行った時にねこれも使うかどうかね非常に迷って、結局まあちょっと最後の JAL のねファーストクラスが、まあ、ちょっと最後になるかなということで、前回はあちらを選ばせていただいたんですけども、ちょっとね次回はねこのシンガポール航空も使って、あシンガポール航空じゃない、エアーカナダのねマイルも使ってね、シンガポール航空のね長距離路線のビジネスクラスをねちょっと乗ってみたいなっていうところなんですよね。でこのシンガポール航空の長距離路線のビジネスクラス、シンガポールからニューヨーク路線とかもこのエアーカナダのマイルね発見することができるんですよね。このシンガポール航空の最新機材のビジネスクラスっていうのは ANA とかねスタイランスグループで一緒なんですけども、外部のねマイレージプログラムに開放してなかったんですよね。まあ、それが今回ねあのエアカナダで開放してるっていう風になりまして、このシンガポールニューヨークとかのね最長のビジネスクラスも8万7500マイルから発見することができるっていった形になります。またですね燃油サーチャージはねエアカナダございませんので、まあ、必要マイル数と大体1万円ぐらいですかね必要になると思うんですけども、こんな感じで発見することができます。でまたですね途中航期がプラス5000マイルで利用することができるんですよね。これもね結構いいですよね。まあ、こういった感じのねエアカナダになっておりまして、個人的にはね非常に注目しておりまして、海外のブロガーとかでもねかなりこのエアカナダのねマイルの話結構出てきておりまして、ちょっとね英語が達者な方はですねこのエアカナダのねマイルはかなりおすすめっていう風になっておりますんで、裏技的なルートありますよね。まあ、ANA でも、国際線ね片道5区間入れれますけども、まあ、こういった感じでですねエアカナダもね利用することができるっていう風になりますんで、これね発見するのにカナダのデスクに連絡しなきゃいけないので、まあ、英語ができる方はですねこちらね非常におすすめっていう風になっておりますんで、そのね解説ブログも概要欄にね載せておきますので、そちらもぜひね参考にしてみてください。あの英語できる方であればですねエアカナダのマイルはかなりいいと思います。私もねちょっと特路線をねかなり探しておりますんで、またねここいいですよみたいなあったらねあの紹介していきたいななんていうふうに思っているわけなんですけども、まあ、こういった感じになります。それでは次にマリオットボンボイホテルですね。今までマリオットボンボイホテルっていうのは外部のねジャランとか楽天トラベルとかヤフートラベル、まあ、こういったところで予約してもステータス特典は利用することができたんですけども、2023年1月のね、今日22日なんですけども、今日現在ですね楽天トラベルを除く外部サイトからの予約はステータス特典ね利用することができなくなったっていう風になりますんで、まあヒルトンと同じ感じになりますかね。まあ、ヒルトンは基本的に
にどこを経由してもダメなんですけれども、マリオットの場合は楽天トラベルを除く、その他のサイトから予約経由してね入れるとステータス特典ね利用することができないっていう風になりますんで、まあ、私もね一昨年になると思いますけれども、京都のねオートグラフコレクション宝ヶ池、あそこハフでね利用させていただいたんですけども、利用できたんですよね。ステータス特典アップグレードもいただけますし、ラウンジとかもね利用することができたんですけども、まあ、こちらもね利用することができなくなるっていう風になりますんで、今ね全国旅行支援とかでステータス特典使えるからマリオットにしようって思ってる方もね一部いらっしゃるかもしれませんが、こちらね利用することができないっていう風になりますんで、この点ね注意してください。で、楽天トラベルに関しては独自でマリオットと提携組んでますんで、マリオットは利用できる、またね宿泊実績等々もね付与してくれるという風になりますんで、もしね予約持たれている方は一応ねどんだけ周知設定されてるか分かりませんので、まあ、ホテル確認したりディスク確認したりねしていただければなと思います。この点はね非常に残念ですね。ですね、もうこういったね今やってる全国旅行支援みたいなお得な旅行でじゃらんとかねそういうのを使って予約した場合はね、マリオットのこのステータス特典っていうのは利用することができなくなっていった形になるんですよね。いやーちょっとね残念ですね。それでは次にマリオットボンボンホテルの Q1 グローバルプロモーションですね。2023年ね、もうそろそろね詳細が出てくると思うんですけども、実はですね期間だけね先に発表されたんですよね。期間が2023年の2月の7日から2023年4月の23日までということで、こちらね内容は発表されてないんですけども期間だけ発表されたっていう風になりまして、またね詳しい話入りましたらですね動画ね出したいなと思うんですけども、まあ、現時点ではですね特にね内容は公開されてなくてですね、2月7日から4月の23日まで Q1 やるよみたいなね、まあ、こういった感じの情報だけ出ているっていう風になりますんで、こちらね非常に楽しみですね。まあ、ポイントは2倍なのか、宿泊実績はどんな感じなのかちょっと気になりますよね。はい、ということでこちらもねまた詳しい話分かりましたらね動画にさせていただきます。それでは次にユナイテッド航空ですね。ユナイテッド航空が対象者限定で上位ステータスをね販売してるんですよね。これね私対象者限定で、私は対象外だったんですけども、ちょっと日本の方がね対象なのかちょっと私も存じてないんですが、まあこれねステータスね購入することができると、でまたね購入してステータス上位ステータス取ればですねスターアランスゴールドになれるっていう風になりますし、マリオットのねゴールド会員とかもなることができるっていう風になりますんで、これね海外のブログの視聴者の方で購入の画面まで行けた方がねいらっしゃいまして、その方の価格はだいたいね7700ドルということで日本円でだいたい100万円ぐらいですかね。ですのでこれでスターアランスゴールドっていう風になりますんで、まあ SFC と同じっていう風に考えると、まあどちらかというともう修行なんてめんどくさいから、まあ、お金でそこを解決されたい方向けだと思うんですけども、人によってね金額が違うそうなので、まあ、ちょっとね見に行くっていうのも面白いかもしれないですね。まあ、こういった感じでねユナイテッド航空はステータス制度をね上位ステータスをね販売しているっていう風になりますんで、気になる方はねこちらも概要欄に載せておきますんで、ぜひねチェックしてみてください。それでは次にデルタ航空の減額マイルキャンペーンがねこちら今行われております。このキャンペーンねちょっと前に始まって、最初はですねロスからハワイ往復9000マイルサーチャージなしだったんですよね。すごいですよね。でこれが出た時にあこれ日本路線来たんじゃないかと思ってちょっと調べたんですけども、残念ながら日本路線はねその時ね全然なくて、あ日本路線ないのかと思って、まあロスからハワイね往復9000マイルでも非常にいいですよね。サーチャージもデルタ航空かかんないのでこれいいなと思ってたんですけども、まあ、日本路線結局その時はなくて、で最近ですね日本からニューヨーク路線こちらね適用になってるみたいで、東京からニューヨークデルタ航空エコノミークラスで片道3万マイルから利用することができます。ちょっとねロスとハワイ路線とはね9000マイル往復なんでちょっと必要マイル数はちょっと多いですけども、まあサーチャージね6ドルぐらいで利用することができますんで、まあデルタ航空のエコノミークラスね多分かなり狭いと思うんですけども、まあ利用されたい方はですねぜひねこちらもチェックしてみていただければなと思います。こちらもねキャンペーンがいつまでみたいな公式サイトの規約みたいなのはないので、まあ私もねさっき調べたらこんな感じで普通に出てきますので、まあ、気になる方はですね東京エコノミークラス、3万マイル発券できて、またねちょっと足元が広い
非常口座席ってありますよね。あそこが4万マイルっていう風になりますんで、まあ、気になる方はですね、ぜひねチェックしてみていただければなと思います。普通にねマイルで路線検索すると出てくるっていう風になりますし、一応公式サイトね概要欄に載せておきますんで、まあ、気になる方はですねぜひねチェックしてみていただければなと思います。まあ東京からニューヨーク3万マイルっていうのはエコノミークラスでもね結構安い方だと思います。ユナイテッド航空のセーバー特典で3万6700マイルで、私前回ねニューヨークから帰ってきたので、それよりもね安くなるっていう風になりますんで、まあ、デルタ航空のマイルっていうのは、まあ、昔ね日本の国内の特典航空券の控えとかで片道500マイルとかもらいましたよね。まあ、そういうのでマイル持ってる方ね結構いらっしゃるかななんていう風に思いますので、この機会にね調べてみるのもいいのではないのかなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。